これより女子10秒9分準々決勝の試合を行う。また全県19番朝子永遠サラー法人と新会館埼玉県木村道場白全県22番神谷由良神谷氏
ただいまですね、5対0の判定を出しました。岡、浅田選手が優勢でした。Yeah!
延長の引き分けとなり、これより最終延長を行います。
山口選手が優勢としてまいります。43番山口遥高原寺白全県47番南原純新徳新海高原寺4対0の判定を持ちまして白、南原選手が優勢としております。